1967年に茨城県で大工の男性が殺害された深場事件で最新の結果、無罪となった桜井翔司さんが国と県に損害賠償を求めた控訴審判決で東京高裁は捜査機関の取り調べを違法と認定し賠償を命じました。 判決で東京高裁は警察と検察が行った取り調べについて、虚偽の事実を告げるなどして自白させたと指摘し、東京高裁は国と県におよそ7400万円の支払いを命じました。また、違法な捜査がなければ桜井さんが逮捕、起訴されることもなかったとしました。桜井さんはこの事件で29年間身柄を拘束されていました。 当たり前のことが当たり前に認められるまで54年ってすごいなと誰もが冤罪を受けないようなシステムを作るためにやはり私は生きている限りこれからも頑張ろうと今日は思いました。